花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました、金尾慶郎の音楽魂ということで、早速ですね、ご紹介しましょう、おなじみ松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。いかがですか、ちょっと今日は寒い、今日寒いですよね、うん、ちょっと寒い ね、桜もね咲き始めたのになんとなくあれですよね、花芸です ね、 ね、ということで、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。あ、桜田、桜田だここにあります、咲いてるね、桜のような ね、 そうそう、うん、どうですか体の調子は。体の調子ちょっと寒くなるとあれ痛くなってする、痛いのはね、あの低気圧が来ると痛くなりますね。ああ、そうなんだ、はいはいはい、雨が近づくとか、はい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 、なるほど。まあでも普段何もし、なんつうの、普通は痛くはないんですけど、うん、まあ、ちょっと無理な角度とか、あとなんかねポイントがあるんですよ。骨折がね、ちょっとあれいつ頃でしたっけ、うん、去年の2月の終わりですね。肩ですよね。そうですね、まあ、1年も経ったんですけど、ね、相変わらず腕は上に上がらないという。あ、そうなんだ、ね、そうか日常生活って結構大変な時ありますかね。頭洗う時とか大変。頭洗う時に、うん、後ろに回らないですね、左手はね。本当、だから右で全体洗うような感じになっちゃう。あ、じゃあ結構あれだね、あの普段こう健康でいるとね、あの気がつかないところがね。そうなんですよね。そういうあの不自由な部分がありますよね、うん、でもね、上がるようになった、頭に一応届くようにはなったんで、それだけでもだいぶ違うなって、ね、うんうん、本当それまではほとんどダメだった。もう片手でずっと洗ってみたいな。あ、そうなんだ、それ辛いね。それは辛いですね。松下さんは体調はいかがですか。なんか 歯が大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですけど、がっかりしたのは、うん、あるの。がっかりしたことはね、うんうん、カラスにね、ハンガー持ってかれちゃった。カラス。そう。今時珍しいね。いや、珍しいの、私は現場を見ちゃった。あ、見たんですか。見たの。コツ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 、なんか犯人は分かってるわけですね。そう、そしたらね、私の T シャツ干してるのを、T シャツは下に落ちてて、うん、そのハンガーだけこう。T シャツはいらなかったんだ。そう。くわえて飛んでったの。巣作りをしてんだね。あのワイヤーのやつですか。そう、ワイヤー。ワイヤーはね、うん、使うの。あれ使うのよ。そう、しかも2日間2回もやられちゃった。本当。今度プラスチックもんにしてみたら。ね、プラスチック型持ってかない、ね、持ってかないかもね、あれね。ワイヤーはこう曲がるじゃない、いい具合に。うん、いや、カラスって賢いのはね、カラスで思い出すんだけど、僕横浜住んでた頃ね、あの松の木があったんですよ、庭に。あの松の木と桜のね、今ぐらいの時期桜の木もあったんだけど、で松の木にの上にカラスが巣を作って、おでヒナが落っこってきたわけよ。うん、それであの親ガラスがね、助けようと思って来てんだけど、雨の夜ね、うん、下にこう 猫とかいるんで、あの、まあ、野良猫とかも遊びに来てたんで、うん、あの心配してすごい勢いで泣いてたのよ。うん、でしょうがないから上に上げれないじゃん、うん、だから飼ってたのよ、カラスを。カラスのヒナをカラスのヒナかわいいよ、グレー。グレーなんだ。グレーで、くちばしがね、オレンジなのよ。見たことないでしょ。カラスってね、急いで育て上げるのよ。ヒナを見せないようにして。だから、飛ぶ練習もさせて、それでヒナとかあんまり見たことある人ないでしょ。なんもないね。で、ただ、餌が大変で、7回ぐらいやんなきゃいけないの。1日に？うん。それカラスがやったの？やってた、やってた。いや、でもね、2週間してちょっと無理だなと思って、うん、あのって内緒なんだけど、うん、動物園に引き取ってもらったのよ。あ、動物園引き取ってくれて、それ育ててくれるの。そう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 、それで逃がしてくれるのよ。今はそういうことするところはないかもしれないけども、たまたま横浜のある動物園ね、引き取ってきた、ね、ある動物園って野言ってるし、カラスはね思い出しますね。だからね、なんか俺そのハンガーを持っていかれたっていうのもね、なんかこう悔しいとかっていう悔しいだろうけど、悔しかった。なんか微笑ましいんだよね、そういうのを聞いて。いや、1日目はね、確かにあの目で見たからね、飛んでいくのをくわえて、うんうん、あーっつって
て、でも T シャツ下に落ちてたし、で2日目もまた同じように落ちてて、もう来ないと思ったらまた来て、今度はね金具のところに T シャツを綺麗に引っ掛けてて、すごいよねそれ考えたら、ね、T シャツ戻していくのね、下に落ちてなかったの、ね、あ落としてごめんねって感じ、そうで、ね、そう今日はちゃんと置いてくからね、そうそう2日目はねもうなんかあ頑張ってね手作りみたいな、いやだからもう今日はやんないってさ、もうやっぱり、ね、悪者のギャングじゃない、うん、ギャングとされてるけど、まあ 嫌われ者なんだけど、うん、結構見てるとね、あのやっぱり動物全般僕好きなんで、あの面白いですよね見てるとね、いやいや現場見たの初めてだったよ私、自分家の、うん、しかもベランダで、ベランダ ね、そう、今日お便りじゃあご紹介しましょう、今日は金玉ということでね、ゲストなしということで、ね、私の方からご紹介しましょうか、はいはい、金丸郎さん投げ銭 FM オン中ということで、皆様こんにちは、こんにちは、今日はちょっと寒いですねというね、確かにそうですね、寒い、一昨日六本木でランチキ騒ぎをした私は、昨日は明神の湯500円で汗を流しましたっていうね、明神の湯っていうのはね、あの、ありますね、亀有ね、素敵な温泉。温泉センターとか僕はあんまり好きじゃないんだけど、うん、昔ながらのね、そういうとこ好きなんだよね。すごくね、あの、露天風呂もあってね、いいとこでしたね。また、昨日は博多時代の友達が、東京転勤で14年ぶりに再会いたしましたということでね、彼の心境でありましょう、北飛行をリクエストいたしますというね、僕の歌ですね、あの福岡から出てきた時の歌で、早速ね北飛行行っちゃいますか、行きますか、あの話ばかりになってしまいますんでね行きますか、どんな歌だっけ、はい
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました北飛行で、ございます。これはね、まあ、飛行機に乗って北に向かうというね、少年の物語でありました。少年の物語もうじいさんになりましたけどじいさんって言わないでしょ。いやいや、まだまだ、うん、もうね、あっという間に僕も還暦過ぎちゃったからね。そうですね。なんかあんまり怖いもんないね。うん、あんまりないですね。まあ、健康とかはね、あれですけども、だんだんほら、そういうお酒とかそういうものって年とともに飲めなくなったりするじゃん。そうですね。物吐き飲めないのよ。弱い、うん、もう一生分の酒飲んだら飲んだからねそう、でも飲まなくてもうひょっとしたらいいんじゃないかってね。僕も今週に2回抜いてます。あ、偉い。偉いでしょ。僕はね、抜くことはしないの。え、うん、飲まない、ほらこうじゃあしないんだけど、量がもうほとんど、あ、うん、もうね、眠くなっちゃうんだよね。うん、うん、でもそれ体は自然にね、そういう風になってんだね。うん、やっぱね、うん、昔からね、一緒に飲める酒が決まってるってよくね、もうね、言いますからね。だからそんなにね、なんかこう昔見て、昔はほら酔わないもんだから、うん、強かったんで。だって一回俺大学時代にアパートに住んでて、寮みたいなとこに、はいはい、でその寮 そのみんなそこの大学の先輩とかみんな住んでて、でそのなんか会があって、でちょうどまだ俺もうその時昭和とかで歌ってたんで、でほらサークルみたいなのあるじゃん大学の、はいはい、であんまりほとんど行かなかったのよ。でその昭和とかで歌って、あいつ生意気とか言われてでちょっと遅れて行ったらもう宴会始まってたのそしてさ、じゃあ遅れたらねっつって、丼を丼に一升瓶を逆さにして、バーって継がれたのよ。はいはい、で喜んで飲み干したわけ。したら先輩が、お、お前飲んだかとか言われて、お返しはそれぐらいね、飲んでたのよ。で今も、ね、うん、喜んで飲む人は、カナオさん。ありがとうございます。喜んでる。で、危険だからやめてくださいね。うん、皆さんね、そういうことは今はね、したらもう絶対いかんけど、そういう思い出がありましたけどもね、もう、そんなにね、もう飲めないよね。だから、ちょうどいいようになってるんですよね。一生分決まってるってことは、私全然飲んでなかったら、これから。これから、バンバンいけんじゃないですか。危ないな。危ないでしょ、この年から始まったら。あ、違うか、だから、その人の量が あって、うん、それを最初のうちに使い果たしていくと、後の方ではあんま飲めない。としみさんはもしかしたら最初から量がこれぐらいだったのかもしれない。そう、多分ね。弱いです。でもこんなに残ってるかもしれない。前なんかの時で話してて、松下さんのお母さんなんて割と遅かったんでしょ、お飲みになるの。今はおいくつなんですか。そうそう、今も90、96です。96。でもね、お酒とかそういうのを始めたから、60歳ぐらい、還暦過ぎて。まだ30年分ぐらいしか使ってない。そうそう、60過ぎて原付のバイクの免許を取って。あ、それはすごい。すごいよね。それはすごい。そうそうそう。いや、だからなんかね、それ聞いてると、うちの母とかも今その施設にね、入ってますけども、そのやっぱりもう言葉、まあ、記憶もちょっと薄れて僕のことちょっと覚えてない感じなんだけども、うん、それすごいよね、そのお母さんの話聞いてると ね、まあ、すごかったですけどね。うん、ちょっと変わったでね、変わってお父さんがなんか浪曲師だからね。浪曲師っていうか、まあ、ほら素人ですけどね。趣味で、趣味っていうか、そのお祭りとかで浪曲ずっと歌われてたん。そうそうそう、お祭りもそうだけど、まあ、例えば田舎の結婚式とかいろいろそういうの呼ばれてでしょ。そうするとね、必ずやってて、うん、でおばさんたちが泣いてるわけですよ。浪曲聞いて、私子供だから意味が分かんないじゃないですか、はあ、中身がね、うん、よくね、そういう光景がもう泣くほど感動したって。いや、だからね、それを聞くとね、すごいなとか思う。うまいとか言われてて、お父様の話をいろいろ ね、もうお亡くなりになって、ね、もう何年ぐらいですかね、もう5年ぐらいですか、4年ぐらいですかね、そういうのありましたけど、父もでも93まで来てた。素晴らしい素晴らしいよね。すごいね、長寿ね。もうだから長寿、人間の命ってさ、わからないよね。わかんないですよね、うん、なんかほら健康にすごくね、うん、気を使ってるからね、それは、うん、長生きするだとは限らないし、限らない、そうですね、だからね、お父さんもなんかお酒も、ね、タバコなんかキセルで吸ってたらしいじゃん。いや、それはおじいさん。あ、おじいさんですか。それはおじいちゃんも。あ、そうですか。おじいさんがキセルで吸ってて、まあ父親もね、うん、タバコをやめたりしてて、うん、
で80近くでまた吸い始めたの。なんでって思ったんだけど、ね、喉に浪曲とかはそんなあれなのかな。浪曲はね、発声がなんか喉を潰すらしいですよ、うん、あ、血が出るか。血が出る、うん、で1年に2度じゃまだダメだみたいな感じで言ってたから、血吐きながら歌い続けるみたいな、うーって声を出すんだって。それすごいねっていう話を聞いたことがありますけどね。まあでも今もね、うん、今若い方で浪曲師がいらっしゃいますね。あと、もう亡くなったあれかなと思ったけど、職業的にいるみたいですよ、若い人で。なるほどね、ということでね、チャーリー佐藤さんのリクエストをお答えしましたけどもですね、はい、今日はやっぱり六本木でランチ騒ぎしたらお金がなくなったんだね。今日2万円になってます。そうよ、先週10万円だった、ね、すごいですね。そうそう、初めて見たの ね、 ね、そういうありましたけども、いつになったら使えるんですかね。使えるんですかね。そうそうそう、だいぶ今ちょっと溜まってますね。ということでね、松下さん、じゃあ一曲いきましょうか。あ、お便り、お便りちょっと後にしましょう。あ、先行きますか。いやいや、いいですよ。いいですよ。うん、歌いましょうよ。静かに静かに歌いましょう。静かに。静かに、静かに。手を取りあなたのささやきはアカシアの香りよ。じっとして私は散ってゆく。アカシアの花なの。 I love you, I love you。 いつまでもいつまでも抱かれて佇みましょう。星影の松下としみが歌いました、はい、星影の小道でしたけども、山田さんが喜んでね、いらっしゃいます。今日は何歌われますかっていきなり本番前に言われましたけどもですね、あのあれですか、あのあんまり歌うことっていうのはお好きじゃないですか。そんなことございませんよ。そうでしょ、自信がないだけで。いやでもね、あのごめん、サビちょっとコーラス間違えた。であのあれだよね、やっぱり山田さんとかはね、
あの僕お付き合いも長いですけども、この放送局って開局23年になりましたよね。でも半分ぐらいいるってことですよね。そうですね。そうそう。だから、でもね、お付き合い長いですから、うん、もう毎週ね、あの生放送で僕の声の調子とかも知ってくれてるわけですよ。ヘッドホンでずっと聞いてますからね。そうですね。青から始まって。青から始まって。あのやかましい声を。だからね、大体もうわかりますよね。それも精神的なこととかもすぐ分かっちゃうから。あ、山田さんにかかると。山田さんにかかると会っても顔見て挨拶するなりも、あ、松下さんはいかがですかって、もう、あ、こうかなはダメだな今日はってそんないやでもね、そういうお付き合いがねあってからこそね、あのこうやって長くあの番組もね、あのやらせていただいてね、今年も11年になりますけども、本当にね皆様方のねおかげで数え切れないですよね、今までのゲストの皆さんはね。そうですよね。松下さんが参加してから4年ぐらいになりましたね。そんなになりますか？4年ぐらいになるんじゃないですか。あのロンドンから僕帰ってきてからでしたっけ？いやぐらいじゃない？そうですかね。2年、ん？ 3 年ぐらい。3年ぐらい。3年ぐらいじゃないですかね。まあ、もうなんか10年いるような感じで、ね。態度がでかいという、うん。でかいですよね。すいません。でかいですよね。態度がでかい。いや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 、それでね、ちょっとここで宣伝しましょうか。ライブの宣伝、告知ということになります。うん、今日はちょっと早めにいたしましょう。はい、明日は、私も、うん、ライブありますけども、塚さんと桜田も明日そうですよね。そうですね、明日、あの、大川川の。大川川、例のね。これですね。大川川の桜祭りっていうので。桜祭り、はいはい。小金町のアウトサイダーさんの前で、はい、川沿いで生演奏ということで。アウトサイダーっていうお店があるんですね。はい、そこの前、はい。明日雨だったら大変じゃん。大変ですね。一応ね、テントがあるので。あ、そうなんだ。まあ、雨の時はもうテントの中でね。はいはいはい。まあ、晴れててもテントの中かな、あの演奏する場所ね。なるほどね。なるほどね。これ、大岡川の、アウトサイダーさんの前っていうことでね。はい、で、12時からイベント始まって、うん、12時からは、カーナビーツの、うんうん、星川さんでいいですか。あの、グループサウンドのね。はい、カーナビーツの。はいカナビツ、はい、方が越川博さん、越川博さんが12時からで、はい、塚さんの桜田は1時、1時から、はい、それから2時からカーナビーツの越川さんがまたやって、うん、3時からまた塚さんの桜田という感じで、また2ステージやるっていうことね。はい、それと31日も、うん、これここにもよく出てるウォッカのクックサッカーブルースバンド、あ、クックサッカーブルースバンドね、はいはいはい、出演されますので、うん、これが翌日ね。そうですね。たけしと辻君、辻浩二さんとね、渡辺武さん、ね、はい、2人でね、であと塚さんと桜田さん3月31日、うん、石崎署ジョンジョンさんで、うん、8時からと、あ、はいはいはい、いうことになります。ということでね、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、金後ろは、はい、明日ですね。それにちょっとかぶってるんでね、かぶってますね、うん、明日上大岡のですね、クラークスデイルっていうところですね、ライブやります。お楽しみいただきたいと思います。初めてのとこですね。そうですね、うん、それ来てますか。鈴木さんからいただいてるのかな。あ、じゃあそれちょっとご紹介しましょうか。川崎 FM、はい、金尾芳郎の音楽魂オン中、スタジオの皆様、はい、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、菊田俊介がいつもお世話になっております。俊介のいとこの鈴木正幸と申します。はい、鈴木さん、昨夜は、うん、明日金尾さんがライブをやる上大岡クラークスデールさんで飲んでおりました。クラークスデールの奥様と少しお話しする機会があり、はいはい、いろいろな方とつながりがあるんだなと実感した次第です。うんうんうん、ということでリクエストはクラークスデールの奥様から、うん、松下利美さんはどんな方ですか、うん、と聞かれ、うん、以前美空ひばりさんのスタッフをやっており、うん、歌手の方で鈴木清美さんの作詞家でもあるのですよ、はい、って言ったら驚かれていたので、うん、ほうほう、松下利美さんに美空ひばりさんの曲をお願いします。ほうほう、追伸4月4日築地ブルームードで、うん、菊田俊介率いるブルースカンパニーのライブがあります。うんうん、お席が若干あるようなので、はい、まだ間に合います。ぜひお越しくださいますようよろしくお願いしますという、はい、告知のお便りいただきました。はいはい、ありがとうございます、ね、これ4月4日ですね、ブルームード、はい、ね、ありがとうございます。どんどん、ね、予約してください、ね、ブルームードですね、お待ちしてます。はい、明日はクラークスデール、クラークスデールですね。初めての、ね、上岡の場所ですけども、ね、あなた行ったことある？いや、ないですね。本当、今度しょ、俺それが紹介しますよ。あ、紹介しますって、まだ行ってないのに。行ってないのに、だけど、でもね、そこ の、 ご主人も奥様もね、一回ね、もう1年ぐらい前に、はい、
見に来ていただいたのバンドのステージ、どこだっけな、あそこの自由が丘、自由が丘だっけ、お店の名前なんだっけな、マルティグラ、そうマルディグラでやった時に、それからしばらくね、ちょっとなかなかいろいろね、話が進まなかったんだけども、その当時からね、オファーがあったお店なんですよ。ああ、そうなんですね。だからやっと今回ね、実現できてね、はい、まあ今後ともね、いろいろまあね、よろしくお願いしますということで、楽しみにしておりますけどもね、クラークスデールというね、明日ですね、素敵なバーですね、それは明日ですね、明日は行けない、あ、何時からですか、終わってからおいで夜来なさい、7時半か、夜だよ、8時終わってんじゃないの聞いたからにはお待ちしています、夜ね、本当にね、ちょっとね、乱入して4時には終わるんだ、あ、じゃあ全然間に合いますよ、リハでも間に合いますって、まあ、ということでね楽しみにしておりますけどもですね、ということで、あとね、僕の方は、今月はもうないですけども、来月の、4月9日、はい、4月9日これは横浜の、パラダイスカフェ、パラダイスカフェですね、これはね、僕も初めて、お目に伺います、はい、パラダイスカフェ初めてなんですよ、うん、滝友春さんのお店でね、そうです、そうです、素敵なお店です、前からね、まあ、金田明さんとかもね、よく馬車道の方でお店やられてるのご存知で、はいはいはい、ご紹介はしていただいてたんですけど、お店まで伺ったことなくて、はいはい、で今回ピピ&コットの早川さんの、まあ、ご紹介で、吉田よしこさんと、はい、生田圭太郎さんと金尾芳郎ということでね、はい、初めて、やりますけどもですね、本当にもう楽しみにしております、素敵なライブになると思いますので、皆さんぜひご予約よろしくお願いいたします、はい、4月9日横浜馬車道パラダイスカフェということでね、はい、楽しみにしております。あとはね、九州ツアーのことがありますけどもね、ちょっと長くもうかいつまんで申し訳ましょうかね、九州その後、あれがあるね、一緒のやつ、坂田君とか、あ、鶴見でどんちゃん、4月14日、これが4月14日になります ね、 そうですね、鶴見、ここにもちょっとチラシありますけども、この放送局でもやってる北郎さんがね、持ってきていただいて、彼も鶴見なんですね、ご出身ね、はい、それでいろいろね、一緒にやろうということで、出演者結構たくさんいますよね、これ入場無料になっております。4月14日鶴見でどんちゃんショーというね、鶴見をもっと音楽で盛り上げようっていうね、音楽を通してたくさんの仲間を作ろうよっていうね、これイベント、これは第1回目になりますね、ライブ会場は鶴見駅東口駅前とか、七間会っていうお店、アーリーアメリカンっていうお店ですね、ホルロッソ、ホルコロッソっていうお店、とか、で、まあ、それぞれいろんな11時から18時までいろんなお店でみんながやるということで、はい、出演者、金城は網田目、長須辰巳さん、はい、影山喜太郎さん、塚さんと桜田、もういろんなバンドがね、出ますよね。そうですね。うん。楽しみにして、いただきたいと思います。これが4月14日ですね。はい、日曜日ということで、天気良かったらね、またいいですよね。そうですね。いろいろね。楽しみですね。鶴見もね、これ第1回目ということでね、まあ、これからどんどんこれが続いていくといいと思いますけどね。はい、ということで、それがあります。九州の方の宣伝はですね、お便り行きましょう、先に。行きますはい。こんにちはです、はい、大阪の聖子です。聖子さん、こんにちは、はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、山田ディレクター様、うん、山田さんだけ、様笑いお世話になっていますもうじき平成も終わり、うん、新しい元号に新境、一点頑張りたいですね。そうですね。としみさんにきっときっとバッチリお聞きしたい、うん、美空ひばりさんの真っ赤な太陽をリクエストしたいんです。約1週間、うん、アーティストのセリカさんと同行してますが、はいはい、間もなくラストにです。うん、私も梅田のストリートに遭遇したり勉強になったり、うん、一人が動くとみんなが周りを囲みましたですうん、うん、CD もあっという間に売れて、うん、最初の動いた人のパワーを見てました。セリカさんが、ふるさとでのライブの成功をと、伝言いただきました。カナオさんにね、うん、ふるさと九州でのライブ、 ありがとうございます。ありがとうございます。新しい年号にふさわしく天から千になるように頑張っていきたいです。今日も放送に触れた
方、周りの方もついている幸せですとか書いてます。ありがとうございます。聖子さん興奮気味で興奮気味のライブで真っ赤な太陽は今度やりましょう。真っ赤に燃えたってやつですよね、うん、今度ね、うん、今度やりましょうよ。そんぐらいのキーですか。多分そうですね。真っ赤に燃えた太陽だから真夏の海は恋の季節なの。こんな感じですね。なんかお客様も来ましたけどもね、楽しくやりましょう。はい、ありがとうございます。松下さんでもあれリクエストやん、あまだ来てんの、うん、お便りはね、やってみましょうか。お便り続きますね、はいはい、これはミキさんからです。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、うんうんうん、夜明けから12度を超えてて暖かい博多です。はいはいはい、先週のアウルズの、からのお二方も良かったですね。アウルズ、はいはい、先週のゲストね、はい、気持ちよいハイドロックが良かったです、はい、予想通りカナオさんのファニーエンジェルも素敵でした。気持ちよいハードロックね。気持ちよいハードロックが良かったです。はい、今日は金玉ですね。はい、予想通りなし崩し的にレギュラーになった桜田さんも入っての。なし崩し的にが出ましたね。ゆたーっとした時間も楽しみます。はいはいはい、ありがとうございます。さて、最近ライブで寂しく思うことがあって、うん、それはお客さんのおとなしさですね。うーん、博多だけかもしれませんけど、うんうん、本当にそれを感じることが多く、うん、せっかく良いパフォーマンスをミュージシャンがして、うん、反応が薄いことが多いです。はい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 、個人的には観客がきちんと反応し、うん、それにまたミュージシャンが乗せられて、うん、どんどんライブの雰囲気が良くなるというコミュニケーションチャンネルの構築と増幅こそがライブの本質だと思っているので、うん、辛いもんがありますと、うん、とはいえそういったお客さんも決して乗っていないわけではなく、うん、静かに見入ってる感じなんですけどね、うん、人それぞれとは思うけど、オイラがまだ新参者だった頃のとんでもない雰囲気を覚えているものとしては、うん、なんだかなって思ってしまいます、うん、とはいえあと3週間迫ったカナオさんの起伏は、はいはい、うるさいって言われるくらいに楽しむ予定ですので、はい、覚悟願います。はい、ありがとうございます。リクエストカナオさん、ウォーキングオンザストリート、お、あなたからの贈り物、お、としみさん朝披露だけど何でも OK です。 いつも通り、はい、カナオさん明日のクラークスデールの、ライブでかましてくださいね。かましてください、ね、かましてください、ね、かますよしろみたいなね本当にね、九州ツアーね、今博多のね、ミキさんからちょっと、うん、いただきましたけどもですね、あっという間、九州もあっという間ですね。もう4月20日にまず西の海、音楽祭というのがこれ、うん、長崎のね、西の海、野外音楽堂っていう、四本堂公園野外音楽堂で、うん、これは、もうお昼からね、11時から19時までのこれイベントになっております。これ、4月21、22とね、やります。2日間やるんですね。うん、で私は21日、あ、20日。20日に出ます、はい、もう全国からね、地元の方々もそうですし、全国からも30組ぐらい出ますね。30組ずつぐらい出ますね。諸岡健二君もね、諸岡健二君は21日あ、そうなんですね、そうです、ゲストで、で僕は20日ですね。それであと4月21日博多 BB ケンちゃん、懐かしのね、友達がやってるお店ですね。これも20時から、ということでね、BB ケンちゃん、4月21日。これは、ハープ、昔からの友達のね、ハーモニカの奏者、中野茂樹くん。まあ、で、熊谷健二くん、ベースで。あと、井ノ口くんっていうね、ギター、若手のギタリスト。それで3人でやりますけども、その次がですね、博多、4月23日、これは北九州黒崎ストロベリーサワーというところで、やります。これは同じ同郷のね、野方出身の、スーパーギタリストが山近誠くんと二人でやります。これね、ストロベリーサワー、黒崎ですね。これは4月23日。で、いよいよ4月24日、これザ・バー野方ですね。これ19時からスタートしますけども、これも、同郷のね、スーパーギタリスト、山近誠くんと二人でということでね、おそらくカフォンの、ね、方もゲストに入るという話も聞いております。野方は金尾さんの生まれた町ですね。故郷ですね。野方、ね、福岡県野方市っていうね、うん、とこですね、そこに伺います、お楽しみいただきたいと思います。ということで、ね、ちょっと長くなりました。なんか歌いましょうか。金尾さんリクエスト来てましたよ。
ウォーキングオンザストリート。ウォーキングオンザストリートでしたっけ。いや、ミキサーのリクエストやってない曲やろうかな。あ、じゃあ、前にもらったやつね。これね、ずっともう歌ってないからね、ちょっと。あ、これですね。自信がなかったんよ。自信がなかったのはあるの。そんなことある。それをやってみましょう。じゃあ、Hold Me Tight っていうね、ミキサーのリクエスト、やっとね、なんかしますか。やりましょう。博多のミキさんのねリクエストでお届けしました。ホームイタイ短いですね。いや、ちょっとバージョン端折りましたラジオバージョンっていうのがあるんですけど、ラジオバージョン放送でした ね、ということで、博多のミキさんのね以前のちょっとリクエストにお答えしました。これまたね、やります。やってないですか。やってないですね。あ、やったらいい。これやった方がいいか。ちょっとね、やりましょうよ。ちょっと R&B っぽくやりたいんだよね。うん、そうですよ ね、うん、そうするとなんか俺も歌だけ歌いたいわけよ。あー、その方がいいかも。あーとか言いながら、ね、もうね、そうするとその方がいいかもっていう言い方もあれですけど、なんかトゲがあるよね。いやいやいや、全然全然優しいです。本当ですか。ちょっと朝日郎ね、今日ひばりさんの歌って来てたけど、先々週やったんだっけ、リンゴ焼け。やりました。明日歌いますので、ライブで。いや、だからそれは関係ないじゃないですか。ね、じゃあ朝昼やりますか。じゃあちょっと、違うけど、これ今日のチューニングは444でございましょうか。444ですね。あ、そうですか。はい、そう、違って弾いてたかもしれないな。じゃあちょっとね、ひばりさんの歌をまたね、真っ赤な太陽とか、じゃあ何曲かね、山田さんにもリクエストいただいてたのでね、ちょっとまとめてさ、ひばりさん特集で3曲ぐらい特集やろうか、メドレーで。ひばりさんメドレーで、メドレーでやりましょうよ。メドレーか。メドレー面白いですよ。いや、面白いんだよ ね。Bye.
着いたのは New Orleans の朝日ろという名の浄瑠屋だった愛した松下達美が歌いました朝日ろということでね、はい、なんかちょっと自分がやかましいごめんちょっとにぎやかそげんせんでもラジオでせんでもよかろうもんって言われるぐらいの感じですけども手は抜けませんいやでもあれですよ漢字が伝わるかどうかっていうのは、うん、あのラジオでもそうですよねライブでもまあもちろん同じですけどあのやっぱ伝わらないとこうそうですね、割とこう、うん、この辺だけで歌ってごめんなすって感じだとごめんなすってちょっとあのあれなんですよ物足りないんですよねうんですよね、うん、ちょっと入力オーバー気味ぐらいのそんぐらいのがねそう、うん、ねいやただだからマイクからもうガーッと振らないと、うんうん、絶対割れちゃうから ね、まあ、ね割れちゃいますよもう最近マイクの使い方すっごい上手くなったでしょいや上手くなったのよこれやっぱラジオやってるおかげで11年目でねうんで11年目でだって5年目にさあのこれカウントダウン気がついたんだからこれはこれ俺大笑いされたんだけどこのカウントダウンこうラジオってずっとあと10分と か出るじゃん あ,、はいはい、あれ俺知らないであれを見てたの5年間ずっとあの秒針見てたんだからそこの時計の時計の秒針ねもう笑われちゃってさ笑いますよそれだから誰もこう、まあ、それみんな知ってるんだろうけど、うん、教えてくんないじゃん
で俺パソコン触るのは嫌とか持ってないから、この辺のものっていうのはね何も見ないわけよ。ああ、これなんか置いてあんだなとか思って、なんだろうとか思いながら触れてはいけない世界ですね。5年もやってたよそれ。こういうね本当に勉強になりますよね、いろいろね。そうですね、うん、お聞きの皆さんもびっくりされてると思いますけどもですね、ということで金本四郎の音楽魂ということになりますけども、今日は松下さんはもうこんな感じでよろしいございますか。歌は、歌はこんな感じで、他リクエストありましたっけ今日は。ですね、ミキさんのあれはね次の、うん、しますか。うん、次の時、うん、あなたからもねやりたいのよ。ウォーキングオンザストリート、ウォーキングオンザストリートもね、そうですね、含めてですね、これ博多のこうチラシもこう明日できましたよね。こんなね、これこんな風になって。はい。あ、明日なんですか。独り言みたいにラジオで言わない方がいいですよ。松下さん。明日ね。大丈夫ですか。ライブ何時からかなと思って。何時からかなって、まあ、うん、7時半でしたっけね。うん、7時半。投げ銭ですからね。うん、投げ銭ですよ。ね、お気軽に。お気軽にね。上岡でしたっけ。上岡駅。駅から近いですか。駅から。ちょっと歩いてあるけど。うん、あ、でもそんなに遠くないみたいです。まあ、5、6分ですかね。うん、わかりました。僕もねちょっと行ったことない、詳しくはね説明しにくいですけど、地図とかねありますんで Facebook に上げておきます、はい。ということでね、今日金玉になりましたけども、今後のねゲスト、来週のゲストはですね、僕もそうですね、来週が4月5日になりますけども、都会のラクダっていうね、半田素直さんと女性の方のね、はい、デュエット都会のラクダ、初出演ということになりますね、はい、楽しみにしております。来週はもう新元号になってんだですね。年号でしょ。年号が変わるんだ、1日からですね。そうか、5月になるんだ。あ、5月から変わるの、うん、今日もほらさっき遅れてきた松井さんね、うん、発表は4月なの、今日お見えになってますけどもですね、うん、発表は4月で発表は4月1日だよね。1日で言ってた。だからエイプリルフールなのにね、嘘かもみたいな、ね、なんかでもなんかエイプリルフールでいろんななんかね、作詞冗談でなんか言いそうだよね、あれになったよこれになった、それ惑わされるようにね、ね、もうなんか、うん、まあ、時代もいろいろ変わって良くなればいいけど ね、 そうそうね、名前とかっていうことじゃなくてね、やっぱもうちょっとみんなさ、うん、要するに住みやすくなることがやっぱ先決だよ ね、 ね、でまして子供が少ない、人口も少なくなってるじゃない。そうですよ ね、 ね、 それで なおかつね、まあ、いろんな問題もあるかもしれない、その原子力の問題とかもそうだし、うん、やっぱみんなが助け合ってね、覚悟して生きていかれるようにね、僕もそんな長くはいけないと思うんだけど、分かんないからね、これ僕は、ね、そうそうそう、ね、80になってあっとか言ってたりしてね、いや言ってそうな気がする。そこまでやったら素晴らしいよね。素晴らしい、まあ、そこぐらいまでやりたいよね、うん、80歳であおって、うん、ね、そうですよ、うん、私に3秒時間いただけますか。いいですよ、はい、4月4日123、はい、ブルース来てください。何よろしくお願いします。4月4日ブルームード、多分、ね、当日券も出す、はいはい、菊田俊介、お席あります。ちょっと分かんないよ、4月4日の、はいはい、ブルームード、ブルームード誰ですか、ね、菊田俊介&ブルースカンパニー、ね、5周年結成5周年記念のライブですので、はい、ぜひお越しください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕もね顔出せると思いますので、あ、本当ですか、ぜひね、多分引っ張り出されるかもしれませんのでコーラスでよろしくお願いします。いやいや、マジで本当、ブルースカンパニー懐かしいですね、リエリー金平さんとね、懐かしいとか、いやもうなんか結構しばらく会ってないから、1年ぐらい。1年ぶりだ、全員揃うのが、ね。そう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 。ね、マーティ・ブレーシー、ドラム。ね。で、リー・カネヒラさんね。リーちゃんも久しぶりですよね。うん、リーちゃんも久しぶり。また来てほしいですね。あと、片野篤さん。はい。ブルース・カンパニーということでね。よろしくお願いします。これ4月4日ということでね。楽しみにしております。はい、ということで、一番最後になんか、やりましょうか。ちょっとずっと耳鳴りがするんだけど、おかしいな、これね。いや、自分の声、耳鳴りがするんじゃない。あ、さっきの。これか。イヤホンを片、だけつけてるってわーわー俺言うからだね。そうですね、きっとね。何か原因があるはずですよ。自分の声、自分の声が、自分の声で耳がやられるっていうね、絡めしろでございますがですね。割れてるね。何しますか最後。でもまだ。ブルー中年いきますか。進めますか。はい、あ、なんかやる曲あったっけ。道と
最後の道でしっとり行く？しっとり？いいんじゃないですか、たまには。道はなんか、道行きますか、道。行きますか。俺は今日も黙って家を出た。いくつもの喜びといくつもの悲しみが二人の心から消えてゆく。ということで金尾芳郎道お届けしました。最後に、今日も、ね、楽しい、放送でしたけども、いかがでした。いや今日はなんか余裕がなかった余裕がない、写真を撮る余裕がなかった。いいですよ、ね、桜さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、松下としみさんありがとうございました。動画の菊さんもありがとうございました、松下さんもね今日はどうもありがとうございましたかわいい、ということでですね、楽しい音楽魂、金玉でしたけども、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。 お相手は金代城でした。行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は